皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回はこちらのホラーゲーム、ファイナルソリューションをプレイさせていただきたいと思います。どういうホラーゲームなのよ？ベルランアカデミーという場所で生徒4人が殺害される事件があったの。ほうほう。その事件から5年経過した今、殺害された生徒たちと友達だった主人公は、彼らに何があったのかを調べるべくアカデミーに足を運ぶのであった。It's been 5 years. Jake, Charlie, Billy, my best friend Joe. The Bell Run Academy killings that were never solved. I need to know what happened to you guys. I blame myself for what happened. これが例の事件があったアカデミーね。アカデミーってワード無駄にかっこいいよね。無駄にではないでしょ。お、なんか始まった。今の白シャツの子が主人公っぽいわね。のどかでいい雰囲気のゲームだな。誰かおる。うお。めっちゃついてくるわね。懐かれちゃったみたいだ。もしかしてこれって事件が起きる前なんじゃない？ということはこのストーカーバリについてくる坊主は主人公の友達ってわけね。だろうね。いかにもアカデミーって感じですな。大人がおる。ちょっと失礼しますよ。うわぁ？顎に溶かしたチョコレートつけとる。こんなひげまだかつて見たことないわ。せめて髪と同じ色だったら違和感なかったんだろうけど。この子たちも事件の犠牲者よね。この4人だろうね。にしても顔がそっくりね。兄弟なのかな。こいつめっちゃ悪そうな顔しとる。マルフォイっぽかった。お、授業の時間かな。Alright, class. Now that you're all seated. そうみたい。It's time to restart basic algebra. First, さっきのチョコレートおじさんは教師だったのか。That day I was told my mother died. We weren't close, but they had the funeral the next day, so I couldn't make it. I woke from my bed with the distant sound of sirens. I was too late. あの救急車は、事件が起きてしまったのね。I need to know what happened to you guys. そして現在と、ここからあの4人に何があったのか調査が始まるわけか。一気に雰囲気変わったぞ。部屋の中と外では別世界に見えるレベル。サイレントヒルのサイレンが鳴った後みたい。アカデミーはここから近いのかな？どうなんだろう。車だ。車でアカデミーに向かうわけね。どうせなら自家用ジェットとかで向かって欲しかったわ。どこのボンボンだよ。ゲームのスタート地点だ。わお。あの事件がきっかけで閉鎖してしまったのかしら。結構荒れてるわね。木の形もホラーっぽくなってる。てか今気づいたんだけど主人公がさっきから持ってるのスマホのライトだったのね。時代が進むにつれて懐中電灯からスマホのライトアプリに変わりつつあるみたいですな。ホラーゲームもちゃんと時代の流れに乗ってるのね。こりゃまたガラッと雰囲気変わりましたな。完全に荒れ果てちゃってる。立派な建物なのにもったいないな。そりゃああんな事件があったら誰も来なくなっちゃうよ。一応電気は通ってるのか。教科書の山だ。進む方向こっちで合ってるのかな。かなり大きい建物だから色々行ける場所ありそう。雑草の量半端ないな。火をつけたらあっという間に燃え尽きそう。にしてもやたらとロッカーが多い気がする。海外では一般的なのかな。洋画だと生徒が自分のロッカー持ってたりするよね。そんでロッカーの中に彼女とか家族の写真飾ってあったりしてね。家族の写真は見たことねえな。ここまで事件の手がかりになりそうなものが何一つない。なんだこれ。モニターかな。ハードオフに持っていけば買い取ってくれそう。これなんてかなり状態いいよね。今までよく盗まれなかったな。治安がいいのかも。言うても4人殺害されてるんですけどね、初見さん。そうだった。体育館か？なんか嫌な感じ。このゲームなかなかのグラフィックですな。リアルなだけに余計怖い。なんだ。ベンチが一人でに動き出した。この先には進むなって警告かな？余計気になりますやん。一応警戒して進もう。誰だ今の。事件の犠牲者のうちの一人じゃない？めっちゃ怖い顔してた。なんで襲ってきたんだろう。主人公だけ助かったのが気に入らないとか。化け物になると心まで醜くなってしまうのかもしれん。何があったらあんなおぞましい顔になるんだ。
余計事件の真相が気になってしまった。窓多いわね。というか窓と窓の間隔が狭いんだよ。いつの間にか外に出てるけど我々は一体どこに向かってるの？あの遠くに見える別の建物かな。左側にある有刺鉄線みたいなの気になるわね。生徒が外に出ないようにするためのものだろうけど。怪我でもしたら親御さんからクレーム来そう。やっと着いた。果たしてこの先に事件の真相が眠っているのか。この建物も荒れてるな。メモみたいなのがあるけど。取れないっぽい。また何か出てきそうで嫌だな。なんだ。映画館かな？何かを鑑賞するための部屋っぽいわね。こっちは行き止まりか。部屋に入るしかなさそう。うん、ムービー入った？映像が映し出されましたね。待って、さっき襲ってきた子が近づいてきてる。消えたぞ。すればいいの？業務、迫ってきてる逃げて。どこに逃げればいいのよ。とにかく遠くまで逃げて。行き止まりなんだけど。やられたか。今の扉開けられそうな気がしたんだけど。また始まった。ちょっともう一回さっきの突き当たりにあった扉のところまで行ってみてよ。わかったわ。開くか？一応今の扉開くみたいね。これはいける。逃げ道が分かったからにはもう怖くないぜ。今度こそあの扉を開け切ってやる。あの子供の化け物地味に足早いな。こんなところで我々追ってないでオリンピックにでも出ればいいのに。業務ロッカー。お？早すぎてよく見えなかったけどロッカーの中に隠れることができたみたい。ホラーゲームでのロッカーの中の安心感は半端ないよね。ロッカーの中に入れば勝ち確よ。勝手にロッカーの中から出ちゃったけど。あの化け物どっか行ったみたい。果たして自分の命を危険にさらしてまで探る価値はあるのか？それだけ友達に何があったのか知りたいんでしょうね。今思ったんだけどさっきから襲ってきてる子って同じ子よね？おそらくね。他の3人は出てこないのかな？出てこられても困るけどね。また行き止まりだ。この中に入ればいいのか？ちょいちょいアウトラストっぽい要素があるわね。後ろから来てたりしないよね。大丈夫そう。ここで襲われたら一巻の終わりだからね。化け物さんも空気が読めるからこういう場所では襲ってこないのよ。こんな場所にまで雑草があるんだが。出口が見えてきた。豪快な一蹴り。化け物にも今みたいな蹴りかませばよかったのに。蹴りはかましちゃあかんでしょ。うわぁ、長いな。無駄に歩かせるゲームだな。こういう時にセグウェイでもあれば役に立つんだけど。自転車でもいいね。なんならバイクでも。てか声聞こえない？本当だ。エナジードリンクを飲みすぎたら下痢になっちゃったって言ってるね。いや、何の報告だよ。このスペースなんだろうな。物置場？こういう狭い場所をきつくわ。もしかしたら後々隠れるのに使ったりするのかも。ようやくここまで来たな。また部屋が何個かあるわね。映写機があるぞ。ここから映し出してたのね。またムービーだ。嫌な予感がする。彼らがどのようにして死んだのか知りたいのだろう？見せてやろう。みたいなこと書いてあった？明らかにヤバい展開ですやん。でも何があったのか気になる。今あの化け物が横切っていかなかった？壁をスパイダーマンのごとく歩いてたわね。いないね。見せてくれるって言ってたけどどうやって見せるつもりなんだろう。ああ、ロッカーが。本当にこのまま進んじゃっていいのかな？これやられるやつやできっと。でも事件の真相知りたいしな。
やだやだ。どこで見せてくれるんだろうか。見たけりゃ見せてやるよ。はぁ？強烈な耳フック。あ。見せるってそういう。知りすぎるのも良くないですね。これでようやく友達と一緒になれたんだね、主人公。いつ見てもアホ面だな。唐突に化け物ディするのやめや。主人公2階から落とされたのね。この建物の高さだったら助かりそうな気もするけど。いやー無理でしょう。なんだ。4人になった。主人公はハブられてるんか。終わった。主人公死亡落ちか。もしかしたら大切な友達を失った主人公は自ら死を望んでいたのかもね。いろいろ考えさせられるゲームだ。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。またぼちぼちこういったホラーゲームをプレイしていく予定ですので、よろしければチャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。